はい、皆さん、こんにちは。キモチです。英語ラボやってます。マネージャーの安藤です。はい。今日はですね、急遽また動画撮っております。何の動画かと言いますと。ダレーン。これはいつだったっけ ?10 月の4日です4ね。日に受験した TOEIC の結果発表でございます。1通しかありません。というのは、自分は抽選落ちました。で、彼女は、抽選っていうのはあれ?クーポン、そうですね。私はクーポンみたいなのがあって。それで受験ができたということで、一人で受験してきバーチたャと。で、この試験の受験した時の感想をまともに聞いてないんだよね。ちょっとね、ここ最近忙しくて、何て言うんでしょう、お互いにこう情報報告連絡相談するのが少しね、おろそかになってたんですけれども、これどうだったの?まだ、ほら、開けてない状態なんですよ。例によってね。今から開封時なんですけど、ちょっとね、引っかかることがあったの。本番の数日前に、まあちょっとレッスン的なところで、ちょっとね、厳しいことをね、言ったんですよ。あんま空気が良くなかったんです。レッスンのね。まあ、自分がちょっと空気悪くしたというと反省だけどなんですけど、ね、まあ、こう、それ間違えるの?みたいな。今のあなたで、みたいなね。っていうのがね、ちょっとね、ここにずっと引っかかってね。実際当日、やっぱ精神的なもの明確あるじゃないですか。突き抜けたね、実力ならともかくもね。そういうのはね、我々凡人にはできないわけで。実際、これね、本人に言わせるわけじゃない。この予防線でも何でもなく、保険でも何でもなく、どうだったの?実際の当日のさ。なんか正直最悪でしたね。最悪だった。なんか結構体調も良くなくて、その早めに会場に行ってちょっと長文読んだりとかしてたんですけど、読んでも読んでも全然頭に入ってこないなと思って、これはちょっとやばいんじゃないかと思いながら受けて、その通りにやばいっていうのがそのまま点数に反映されたんだろうなーって思ってます。まあ、ぶっちゃけ会社の経費っていうか受験させてるところがあるので、本人がよっぽどの対象じゃない限り休めないみたいなところがあるんですよね。そういう遠慮はあるよね、やっぱ。ない。多分、いや、そういう意味じゃな くいや、て、全然いいんだよ。そういう意休む味とき休んでもらって構わんじゃ、から。そういう意味じゃなくて、多分自分で払ってても行きますよ。ああいう感じで、多分同じように行って同じような結果を残してくるんだと思でいもま実す。際きつかったんだね、試験中はね。まあそうですね。なんかね、話題出したがらなかったんですよ、あんまり。もうなんか忘れないかそう、なとそ思って、キムさん受けてないから、忘れたいなと思って、そしたらこれ公開しなくてもいいじゃないですか。でね、当然まあ覚えとるわけですよ。で、あれって結果もね、ちゃんと来ること分かってるので、あれ、どうなった?みたいな感じで聞いたら、もう、やめませんか?みたいな感じいやもう分かるんですよね、内容が。なんか前こう起きてこう下がって、なんかこの流れでいくと次こっちじゃないといけないのに、もう確実にこうなってるのが見えちゃってるでもんですさ、よ。長島のジェットコースターとかでもガーってきてさ、ガーってなってもう一回落ちるやつあったりするでしょ? 私はジェットコースターには乗りたくない まあね、そういう意味では視聴者の皆さんからすると点数がこう右往左往するとか上下こう乱高下するっていうのはね、楽しいかもしれないですけど、当人からするとまあ大変だっていうところはね、受験していらっしゃる方たちなら分かるんじゃないかなっていうふうにはね。しかもこう壁をぶちあ、あの抜けるのにぶち破るのに少し時間がかかった方なんかはね、そういったことを気持ち分かってもらえるんじゃないかなと。もうね、4分ぐらい予防線を張っておきました、これね。まあね、でもね、やりましょう。本来はね、こう闇に葬ってもいい話なんですけど、そんなことはね、気持ちはさせませんよ。燃とやいうしことたで、い。出したいと思いますね。負けずに燃やしたい。今回はですね、素の安藤静香の反応を楽しんでいただけやでたら。ももう分かってるから、前回みたいな風にならないでそうすか、か？前回はちょっと期待しちゃった部分そう、も手応え的にね。前回はもうちょっとできてると思ってます。ちなみに10月25日の手応えはどうなの?いや、
なんか良かったらしいけど、これよりはいいかなって思うんですけど、うん、あのリスニングでちょっと事故が、うん、この辺はまたねじっくりどっかで結果、その25日の結果発表の時に。でもリーディングは余ったんでしょ、自分初めて。リーディングは2分ぐらい余った。おほー、時間余ったのはもう本当に初めてですね。その前回全部塗り切った時もギリギリだったんで、うん、ただですよ、その余ったと言っても、うん、下がってたんで、あのなんか時間内に塗り切っても下がってたんで、余ってもその正答率っていうのはちょっと別問題かな、うん、まあまあ実際さ、ほら9月の試験で平均で高いし、うん、もうさ待ちわびてた人たちが受けてるわけですよ、うん、ね、ま、あのみんな遠慮して受験を回避した方たちもいらっしゃるわけですよ。必要性がないのに受ける必要ないっていうでね、うん、できる方たち、例えば、はい、講師の方たちとかね、うん、でもまあ我々はどっちかっていうと受けなきゃっていうところでやってるので受けさせてもらったんですけど、はい、まあ本当にこうやっとだよっていう人たちが受けてるので、うん、まあ点数が高いとなると1点間違えると点数が下がるっていうのはまあ分かる話なので、うん、まあまあ何にしてもね、でも自分が正答率高ければね点が取れちゃうっていうところはこうシビアだよね、TOEIC ってそういう意味ではね、分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。そうこうしてる間に開けました。まだ中は見てませんけど、そうまた、ポーカーフェイスをやらなくちゃいけないのかなと思うんですけど、ああなるほどね、これはもうね、分かってるからあれなんですけどね、ポーカーフェイスじゃなくて声で分かりますね、はい、割と過去のやつ聞いてもそういう感じがする。なんか過去のやつ俺の方が下手だから隠すの。そうかも。あこれは名前はいいよな、誕生日か。これね、皆さんね、ちょっと今度やってみてください。あのお友達と一緒に発表し合う、うん、発表し合うの、うん、結構ね、そのお友達とのなんていうのかな、仲が深ければ深いほどっていうか、まあこういうふうに上司部下みたいなとこだとね、いろいろ思うところあります。何を思われたんだろう。はい、じゃあ口頭で数字から出していけばいいね。はい、はい、どうしようかな。どの方法がいいかな。それ、ああ、だいぶやばいやつじゃないですか。いや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 、いい可能性だったのかね。いや、本当にいろんなカウントの仕方があると思うんで。まあまあまあ、そうですね。じゃあいきます。はい、合計点、1の位から順々に、1の位、10の位、100の位でいきましょうね。はい。はい、10月4日。TOEIC、はい、安藤静香の結果発表でございます。一桁目、1の位、じゃじゃん、ゼロ、うん、ゼロ、はい、まあ、ゼロか5しかないもんね。まあそうですね、はい、次、10の位、はい、じゃじゃん、間違えちゃった、3、3、ゼロ、930、830、730、630、7か6かな。さあ、TOEIC の神様はどのような、ね、はい、ストーリーを安藤静香に与えてくれたのでしょうか。はい、3桁目、100の位でございます。じゃじゃん、6。すごいの出た。630でございます。ね、リスニングが405点、はい、このリスニングが多分普段よりも50点以下でしょ、50点以上下になってるっていうのが大きい、はいはい、うん、そしてリーディングがこれ何が起きたんだろうっていう225点。何が起きたんですかっていう、やばいの来ました。点数の過去最低かな。そうそう、その、うん、なんていうの、あの気絶かなんかしてたんですかみたいな感じですよ、試験中に、うん、それがちょっとね、塗り絵は何もかったの。塗り絵は、うん、
そうですね、10問もなかったか10な。問なかった。普段ね、最高15問とか、なんか、言えそうてたもんですね。ね、はいはいはい。だそれを、まあ、減ってはいるとはいえ、そこまで解いた問題が、厳しかったってことだよね。そうですね。リーディングの、なんていうの、三つ目、一つの文章の中で複数の、または複数の文章間で散りばめられた情報って、急激、極端に悪いね。パート7、すごいことになってたんだろうね。パートセダブン。ブルパッセージ、トリプル、ああ、塗り絵か。あ、え、トリ、だ、トリプルから解いトリた？プルトリからプルから解いて、こう、ダブル解いて。はい。あ、そっか。だから解いたトリプルパッセージとかダブルパッセージでも、正解をゲットできてなかったっていうことなそのういうかこな、とそういう意味でですはね。ね。悲惨です。これ、リスニングもちょっと悔しいね、普段の。なんか、リスニングある程度計算できてるじゃない。自分は450点ぐらい取れるでしょうとかいうようなイメージがね。そうですね。ねえ、だって結構いい数字でしょ。前、一番いい時で470いくつとか出てた気がします。そうか。いやー、すごいストーリーを授けてくれたよね。なんか、でも予想通り。ある意味外してないっていうのはいい全然か。外っしててこないとではす。ねえとね。じゃあ逆に言うと10月25日の結果は、これよりはいいでいいす。結果が出てくるってことだね。これよりは。ただそのリスニングが、そのベストなスコアじゃないことはもう分かってるんですよ。だから、気迫難しいな。900ってさ、難しいんだね。いやー、でもなんか、多分やってる、なんかツイッターとかで900目指して勉強してる人とか見ると、なんて言うんだろうな。ああ、私はまだまだだなってすごい思いますね。まあ、ちょっとね、その厳しいことを言ったっていう時に、言った話が、自分が2009年とかかな、900突破したのって。一応それぐらいの時までね、1万問ぐらい解いてたんですよ。同じ問題集を3周とかしてて、こう積み上げて、エクセルで全部正答率記録してたんですけど、当時1万2000問ぐらい解いてて、で、1周目の正答率、2周目の正答率、3周目の正答率、で、全部の正答率っていうのを出してあったので、ね、ちょっとどこにファイル行っちゃったかわかんないんだけど、でね、やっぱりね、95%ぐらいの正答率を目指してやってたんですよ。900点取るときに。で、そう考えると3周目とかはやっぱりね、それぐらいになってたんだよね。で、まあ逆に1万問解いてたっていう言い方もできるので、まあそういう意味では、ちょっとね、まあ足り問ないで題すね。をどこかでね、大量に解いてく、こう、合宿みたいな習慣、例えば時期1週間とか2週間とかね、集中合宿みたいなのをやる時が必要になってくるのかなみたいなね、やっぱり試験の体力っていうかね。で、今ね、前回ちょっと本人に言ったんですけど、考え始めの谷っていうところで、全くガラッと勉強のスタイルを変えさせてるっていうと語弊があるんですけど、AA 辞典とかめっちゃ引かせてるんですよ。多分、すごい量引いてもらってるよね、そうですね。で、そこが、まだね、体が慣れてないっていうか、考えちゃってるところあると思うんですよね。だから、皆さんもそうじゃないですか、新しいことを挑戦すると、先に考えちゃって反応が遅れるとか、スポーツなんか、この考え始めの谷は確か、為末さんって方が、為末選手、ハードルの選手を言ってて、自分は総合格闘家の岡田亮さんから知ったんですけど、そういったことを、考えすぎちゃって、普段のスピードが出せないとか、反応が遅れるとかね、そういうことが起きるんですみたいなことがあって、だから新しいことを今すごいさせちゃってるんで、まあちょっと数字が出てくるのに時間がかかるのかなっていうのは第三者から見ててね。プライベートレッスンなんかで教えてる人た子は、その考え始めの谷がだいぶ前にあったの。
試験受けられない時にそれが起きてて、でぐわっと上がったのね。その人にも辞書めちゃめちゃ引いてもらってんだけど、英辞典を。最初はやっぱりそこの反応がすごく遅くて、投げたボールが返ってくるのが遅かったりとかね、そういうのがあったんですけど、いつしかぐわっとこうキャッチボールがね、すごく早くできるようになってきてたので、その人はもう800点突破したんですよ。もう次900狙うっていうでやってるんですけど、なので、まあそういうことじゃないかなっていうふうに今回の結果はね、思ってます。ということで、10月25日の結果はまた郵送で送られてきたものを開封、それぞれね、交代で開封してやるということで、どうぞ楽しみにしててください。では、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。いやー、俺もショックだわ。まあでもなんかそんなショックじゃないかもしれない。そう。まあ、このままかって感マじ。ジで、俺数字見た時、うって。もなんかできたと思った時にであのひどい点数だとう。ショック、まあ、前回それまさになんですけど、できないと思ってできてないんで、まあその通りだみたいな。別に次やりますもん。やべえ、かっこいい。もういいです。男前や。もういいです。ああ、ジェンダーのこと言っちゃいかんか。かっこええわ。終わったことはもうどうで もそいいやでね。す。OK。ということですね。はい。はい。